江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はい、どうもご視聴ありがとうございます。今回はですね、渓谷の小さなニュースの詰め合わせ、ミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。はい、まず最初なんですけども、こちらスコットランド国立博物館の展示物に東海を日本海と表記というかね。いや、何ですか東海って、何ですか東海ってって感じなんですけども、東海、日本の東海地方の東海かな。なんかね、ぶつくさん文句言ってるんですよこれね。ちょっと見てみましょう。スコットランドで多くの訪問者が訪れる名所の一つであるスコットランド国立博物館が、展示物に東海を日本海、シー・オブ・ジャパンと表記して議論が起きている。え、なんで、なんで。イギリス北部のスコットランド、エジンバラ市内中心部に位置するスコットランド国立博物館1階の展示コーナーに、水道と生活方式をテーマに展示した北東アジア地域を表示する地図に、韓国と日本間の海を日本海と記した。ああ、何の問題もない。なんか文句あるんですか？何の問題もないよね。で、特に韓国と中国の説明ではなく、日本の北海道やロシアのサハリン、クリル列島などに分布するアイヌ族を日本の主要都市名とともに表記した。展示物にはアイヌ族が山脈を、うっそうとした森、海岸線など豊かな環境に沿って移住したと。で、精神的に肉体的な生活を土台にしたという内容と、海岸線と川は人々の移動場所であり、文化接触の場所であることを知らせていると。ああ、そういうちょっと文化的な話なのね。それを説明しているという図なのかな。それがこれらしいです。何の問題もない。何に問題ないですよね。で、これで、ここを訪れた渓谷人観光客の A さんは、展示物を見ていて北東アジアを表示した地図に日本海という表記があってびっくりした。ああ、びっくりした。知らなかったかな。ああ、勉強不足だね。都市スコットランドを代表する国立博物館の展示物さえ東海を日本海になっているという事実に苦々しさを拭えずと、訂正要求を通じて東海に再び表記されるよう政府レベルで関心を持ってほしいと話した。あ、渓谷のローカルネームを押し付けるなよ、本当にね。一方、今年1月、イギリスメディアのザ・タイムズは、2024年に訪問するのに最も良い小さな国というタイトルの韓国旅行記の記事に一緒に載せた地図に東海を日本海と表記し、論難を醸した経緯があると。そんなことあったの。はい、ということでね、ローカルネームはあんまり押し付けないでもろて。ということでね、まあ、こんなことがありましたよと。はい、コメントはありませんありませんはい、じゃあ次行きましょう。次はね、いつものルーティーンでございます。こちら、日本の外交政省、竹島は日本の領土徴用判決を受け入れられないというふうに、まあ、外交政省に書いてありますよということですね。日本が16日外交政省を通じて、徳島は日本の領土だと繰り返し主張すると同時に、渓谷最高裁判所が日本による一定強制期の強制動員被害訴訟で日本の被告企業に賠償を命令した判決に対しても受け入れられないという立場を最悪にしたと。当然です。外交部は日本が徳島に対する無理な主張を盛り込んだ外交青書を公開したことに強く抗議し、直ちに撤回を求めたと。はい。で、こちらね、ただし、ただし、日本は2010年の外交青書以来14年ぶりに韓国をパートナーと表現するなど、韓国との関係が重要だという点も明記したと共同通信が伝えたということで、いらんパートナーなんかって思うんですけど、どっちかにしろよってね。敵なのか味方なのかはっきりしろって感じです。まあ敵ですけど。で、ルーティーンが続きありまして、で、韓国政府は徳島は日本の領土で日本に協力抗議したと、中間行使を処置したと、承知ですね、処置した、承知したということでね。新しくついた方かな、これ。そう、わかんないですけど。はい、ということでちょっちしたらしいですよ。はい、じゃあ次行きましょう。次はね、結構国内の話題なんですけども、こちらでございます。ポーン、
今ですね、渓谷で調子に乗ってる、乗りに乗ってる諸国の話なんですけど、はい、諸国がですね、党内でね、党議員に対して決まりを作ったんですよ。国内線ビジネス禁止っていうふうに言ったんですよ。ビジネス席に座るのはやめようと。で、それを禁止した諸国、実は今月の初めのビジネスで、チェジュに行っていたということで、ちょっと物議を醸してるんですけども、ちょっと見ていきましょう。祖国革新党が国会議員当選者らの国内線のフライトでビジネス席の搭乗禁止を決議した中、チョグク代表自らはわずか今月初めのビジネス席を利用してチェジュに行ってこなかったかと国民の力の議員が批判した。チョ代表側は日程を急遽変更したためだったと、釈明したということで、で、祖国革新党は16日、自党国会議員らの国会会期中ですね、ゴルフ、国内線航空ビジネス、搭乗、空港の、多分これあれですよ、サロンなのね、サロン利用、株式新規投資、およびコイン保有などを禁止することを決議したと。これは直後の提案なんだって。で、まさにその日、国民の力の議員が Facebook に、祖国革新党関連記事をキャプチャーしてあげて、金浦からチェジュに行くアシアナ航空機の便名、出発日と出発時刻を書き上げたと。2日後8時30分に、の飛行機だったと。キム議員はこの飛行機ビジネス席に乗ったのは誰ですかとし、ネロナムブルですね、二枚舌のゴートだと。グレーテストオブ、もう史上最高の二枚舌男だねって言ったんですね。で書いたんですね、というお話でございましたけど、いや別に私は何とも思わないんだけど、何とも思わないっていうか、時間軸が違うから、決めたのがこのビジネスフライト乗らないしようねって言ったのが昨日今日の話でしょ。でも2日の話でしょ、このビジネスになったの。訴求してんだよね。本当渓谷さん訴求が好きだなとね、思いますけどね。別にいいじゃねえかそんなことって思うんだけど。何か言いたくてたまんないんだろうな。で、実はこれ書いてあって線は引いてないんですけど、この諸国の革新党の報道官が実はさっき言った国民の力の先輩なんですよ。だから要するに諸国の党の報道官が先輩で、さっきの国民の力の議員が後輩なんですよ、高校時代の。だから、おい後輩とね、後輩に対してさ、もっとそんなことやってないでさっつって、弾劾に賛成してもらえますかみたいな感じで皮肉を言って終わりましたよって話なんですけどね。はい、じゃあ次いきます。次はですね、昨日もちょっとね、江戸川メディアラボピンクでご紹介した話題なんですけども、この日本の AV 女優さんのショーなんですけれども、二転三転して、こうハンガンのソウルのハンガン、川ですね、ハンガンの船の上でやるっていう話を昨日までしたんですけれども、さすがに昨日の話聞いてるとちょっと分が悪いかなと、この主催者側がね。そしたら今度はまた開催場所を変えましたということで、はい、電気を切るとね、ソウル市に警告されましたと。その大人フェスティバル、また場所を移したということで、日本の AV 女優たちが出演する大人フェスティバル側は、ソウル市がハンガン公園戦場での行事不可方針を明らかにすると再び場所を移したと。主催者側は16日、大人フェスティバルの場所をソウルカンナム区のなんだろう、皇王邸カフェ地、路地の半径260メートルとして、チケット購入者のみに正確な場所を個別に、メールで送ると知らせたということで、だからアンダーグラウンドに潜ったんですよ。そういうもんだよね。
やっぱりね、もうやりますって、ここでやりますなんて言ったらもう地から思い切り叩かれてるから、結局そうなっちゃうと地下に潜って捕捉できなくなっちゃうんだよ。だったら表でやった方がいいと思うけどね。はい、まあよくありがちな例でしょ。もうなんかだって自治体にやるのやるな言われてんだったらもう地下に潜るしかないじゃん。そうやってこうあれだよね、だんだんこう暗い感じになっちゃうんだよな。はい、じゃあ次はねちょっと虐待ネタなんですけども行ってみたいと思います。ちょっと見苦しい写真があるかもしれない、あ、映像があるんで気をつけてください。ガチョウ、これね、あの建国大学っていうところにの、湖に、まあそのキャンパス内に湖があるんですけど、そこのガチョウが血が流れるほど暴行した男性が論争になっていると言われるんですけど、でこれガチョウですね、実はこれちょっと血が流れてるんですよ、ここのところ。わかります？これわかるか、大丈夫か、あのちょっと血が流れてるね。ちょっと見ていきましょう。ある男性がソウル建国大学のキャンパスに生息するガチョウに暴行を加えて議論を呼んでいる。動物団体はこの男性を動物保護法違反で警察に告発した。で16日動物自由連帯によると、11日午後3時30分ごろ、A 氏が県内内の湖に生息するガチョウ1匹に向かって数回物理的な暴力を加え血が出るほどの傷害を負わせたと。この日公開された映像には湖にいたガチョウ2匹のうち1匹に対して A 氏が餌をやるかのように騙し頭を殴る姿だということで、はい、それではね見ていただきたいと思います。いきますよ、せーの、ポン。ひどいね。なんかいいおじさん、若い子じゃないよね。年してそんなことすんなよ。なんか弱い者いじめだとかさ、なんだろうねこれね。これ撮影する側もさ、撮影してないで警察呼べよって話だよ。はい、ということでした。皆さんはね、いかがお考えになりましたでしょうか。これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた。